技法。広角機器エガーと動く部チームとの練習試合に負ける。プレミアリーグで17位と広角機器にあるエバートン、リバープールエコによれば、非公開で行われた6部チームとの練習試合に 1-0 で敗れたという、6部チェスター FC との試合には復帰を目指すドミニク・カルバートルインのほか、コナーコーディ・ジェリーミナ、アブドゥライブ・クレトム、デイビスら、主力選手が多く出場していた。イングランドのレベルの高さかこれが、指揮と引き分けて、アーセナルに勝ったのに6部に向ける、のめちゃエバートンっぽい。ルーニーの力が必要だ。逆クラブワールドカップとか見てみたい。イングランド代表の正キーパーが2部になるのか、日本と同じだな。いや、イングランド6部でもいい給料もらってるはず、リスペクトすべき。まあ日本でも6部、相当が J1 チームに公式戦で勝利した、例はあるしな。指揮と新庄かもめさんに勝って見返してください。エバートン崩壊ですな、そのチームと引き分けたチームがいるってマジ。毎回なんでアーセナルに勝つん、そんなチームになぜうちは負けたんだ。年数試合やし別に良いやんか。全然笑えないとかのレベルじゃないやん。お前ら、写真が喧嘩先輩みたいな雰囲気や。